日本埼玉県三里市新三里らら、シティケア新三里新三里駅、南口ファインコートララシティ新三里ららシティは、埼玉県三里市の町名である。現行行政地名は新三里ららシティ1丁目から、新三里ららシティ3丁目。郵便番号は3421-0009。三里市北部に位置する。北で、うねめにった、ハンダ、北東辺で、 彦コ二蔵南東で大場川をまたいで、早稲田三里南西辺で、二蔵大広と、彦コ半田宇根目北西で、吉川市道にはと隣接する。東日本旅客鉄道武蔵野線新三里駅の南側一帯にあたり、かつては、全域が約51.1ヘクタールに及ぶ武蔵野奏者場となっていた。町域内は、 三井不動産を中心とする民間御社によって開発されている区域となっており、全268個の一戸建て住宅からなるファインコートララシティを中心に、ララポート新三里、コストコ新三里倉庫店、イケア新三里など大型商業施設が集積する。住宅地区では天然石を敷き詰めた遊歩道、遊休の道を中心に高木の植えられた 敷地60坪以上の住宅が建設されている。また、ファインコートララシティ内をゲートアベニュー、セントラルアベニューに分け、ゲートアベニューではシンボルズリーやゲートスクエアが設けられている。地区全体が武蔵野操車場由来の高台となっているため、両外区ともに南端は隣接道路と最大約5メートルの高低差を持ち、壁をアートで彩られた。 安らぎの壁とするなどの試みが行われているほか、数箇所にクルドサック構造とするなどの試みが行われている。一丁目にララシティクスの木公園、ララシティポケットパーク、二丁目に JR 武蔵野線新三里駅、池ア新三里、三丁目にララポート新三里、コストコ新三里倉庫店がある。住宅地の地下は2017年1月1日の 工事地下によれば、新三里ララシティ1の8の2の地点で1、平方メートル13万9000円、平方メートルとなっている。かつては、全域が約51.1ヘクタールに及ぶ武蔵の総車場となっていた。新町名の案がいくつか出されたが、商業系グループの地権者からは、ララシティが、三里市及び物流系グループの地権者からは、 新三里が提示され、両案を合わせた。新三里ららシティが2008年6月の市、議会定例会に上呈され、賛成多数で可決された。2017年10月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。地域内に、東日本旅客鉄道武蔵野線新三里駅がある。 他、一丁目東部からは、道線三里駅が近く、徒歩圏となっている。ありがとうございます。